マスターマインドジャパンアーカイブセカンドへようこそ。本日ご紹介させていただきますのは、マスターマインドジャパンエース廃棄の時のスワロフスキーのパーカーになります。それでは見ていきます。マスターマインドジャパンの本ラインの特徴として、ここにスワロフスキーがついています。で、ジッパーリリー社になります。で、これがもう外れかけなんですね。本当に残念です。 もう着込みましたからね、このパーカーは。で、先ほど紹介したトレーナーと一緒で、これもカシミヤでできていて、ほんと、よろ、えー、この生地の方が、よレヨレな感じです。もうこれも着れるのも限界に達してるかなと思っています。バッグになります。これが、エースハイの時のドクロのソワロフスキーになります。パーカーのフードに関してはこんな感じになっています。で、 先ほどのご紹介させていただいたドクロのスワロフスキーは陰影がついてる感じのドクロになります。ちょっと怪しい不気味なドクロの感じがこのエース範囲の時初めてのモチーフになっています。これを見た瞬間も瞬殺で買いに購入しました。で、このスワロフスキーの陰影のドクロは大分県の村上院で購入しました。で、自分が起業してから1年目っていうことでなかなか このマスターマインドジャパンの洋服を買うことができなかったんですが、あの、仮予約でこのスワロフスキーのパーカーを予約したのを覚えています。で、なんとかわがままを言って、ちょっとこのスワロフスキーのパーカーを購入いたしました。自分にとってはものすごく思い出のある、まあ仕事の面に関して、プライベートの面に関して、この洋服を買うのに結構勇気がいりましたね。でも、今のマスターマインドジャパンの 定価に比べたら、このスワロスキーのパーカーは本当に可愛いもんでした。今のマスターマインドジャパンのスワロスキーのパーカーっていうのは、この当初の定価では買えないように高くなっています。もう、12年ぐらい前の、本当思い出のあるスワロスキーのパーカーになっています。で、後ろは今さっき見たように、ここダメージあってタグが取れかけています。 本当に、あのー、歴史を感じるパーカーですね。今日ご紹介させていただきましたのは、12年前に行われたマスターマインドジャパンのエース廃棄のスワロスキー陰影のドクロのパーカーでした。